い、どうも、パズマ YouTuber チャンネル、リンボです。とりあえずメイクしてきて、今からこのミスドちゃんたちを食べたいなと、今から撮りたいと思います。レディゴー。はい、お化粧終わりました。早速ミスタードーナツちゃんをいただきたいなと思います。ちょっとあのね、時間かかると思って冷蔵庫に冷やしてたんですよ。いただきます。ミスタードーナツ、めっちゃカットされてる。家族でちょっとわけわけしまして、で今このミニサイズとなっております。はい、まあダイエットということもありますし、一口サイズドーナツみたいな感じでいただきたいなと思います。では手を合わせていただきます。いただきます。ベイクとザクザクコラボみたいですね。はい、じゃあベイクのチーズケーキの方からいただきたいなと思います。こちらがプレーの方でございます。まあ、断面分かりやすいように切ってるから。はい、こちらとブルーベリーの方と。なんかブルーベリーは、まあ見た目とか、こう、この上のちょこって乗ってるのがブルーベリーって感じ。濃厚。ベイクチーズケーキ食べたことが一回あって、濃厚なんですよ。あ、美味しい。で、ドーナツが大人気のオールドファッション。うん、味変だ、本当に。あ、全然ブルーベリーソース美味しい。うん、大食い、めっちゃ食べれる人じゃないので、まあ、6個丸々っていうのはちょっと厳しいんですけど、こういう一口サイズだと、全然いけます。はい、うんうんうん、あ、チーズホイップとか入っててふわっとして美味しいです。うんうん、オールドファッション単体の商品はあんまり好んで注文しないんですよ。でもチーズ乗ってたらめっちゃ美味しいので食べやすかったです。全然1個でも私いけるなって今思いました。次、ザクザクのポンデリング、まあ、ポンデリングは結構注文しますね。そのザクザクも私1回東京行ったことあって、その時にあのなんかザクザクシューみたいな長いやつを食べたことがあったんですよ。ね、すごい表面がポロポロって落ちちゃうんだけど、女子の皆さん気をつけて。いただきます。もちもち。これ好きですわ。あー、ザクザク美味しい。なんか周りのチョコレートのこの薄いコーティングがめちゃめちゃ好きで、だから、アイス、バニラアイスにこう周りチョコレートをこうコーティングした、なんとかアイス、もう超人気の。あれも好きなんですよ。そんな感じ。じゃじゃん、次はこちらのザクザククロッカンシューチョコ。東京で食べたっていうあのシュークリームを再現したものなのかな。ホイップとカスタードクリーム中にいっぱいぎっしり入っております。いただきます。うん、優勝。美味しいです。好きです。うーん、止まらん。カスタードクリームと生クリームが絶妙なハーモニー。ドーナツ感じゃなくって、確かにシュークリームに近いかも。なんかシュークリームとドーナツの中間みたいな。すごい美味しい。じゃじゃん。お次はこちら。こっちがプレーンなのかな？カスタードクリームだけを入ってて、表面がアーモンドクランチ。めっちゃ多分カリッカリ、サクサクっていう感じになってると思うんですよ。いただきます。表面がね、もう取れちゃうの、ほら。
うまい。ちょっとドーナツ感あります。さっきのとこっちのが1位に争うぐらい結構好きですね。おいしい。うん、やばい、ザクザクうまい。こちら最後がベイクチーズホイップ、ミスタードーナツ定番のイーストドーナツ生地を使って、でベイクのチーズタルトイメージしたチーズホイップ、あ、中に入ってるそうです。うん、うん、すごいレアチーズ感がいっぱい入ってる。なんかね、いっぱい入ってる、レアチーズ感がすごいある。ふん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 、砂糖いっぱいまぶしてるから甘い、すごい甘い。うんうん、揚げパンみたいな感じ、揚げパンの贅沢版みたいな。このドーナツ多分初めて食べたかもしれないかな。うん、最後に一口ずつ残しておりますので、こちらいただきたいなと思います。これで1位2位3位決めよう。でで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 で、んこちらが3位でございます。もうもちっと感がすごい好きなんよ。もちもちは最強ですね。うん、おいしい。聞いてください、体重55キロに増えたって言ってたじゃないですか。なんかあれから一気に体重が1日ずつカッカッカッって勝手に落ちていきまして、今体重52キロに戻りました。日頃筋トレとか頑張ってたから、もしかしたら、ちょっと落ちていってくれたみたいな感じですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。2位はね、2位は、こちらの、カスタードオンリーのドーナツもですね。たこ焼きなんですよ。お昼がそばで粉もん、ドーナツも粉もん、たこ焼きも粉もん。うん、粉粉粉。イエ、1位がこちらでございます。チョコレートがけのこ、いただきます。ごちそうさまでした。6種類のドーナツをこう、ちょびちょびって食べれたらもう、幸せ、満足、贅沢ですね。美味しかった。もうすごい美味しかったので、皆さんもよかったらミスタードーナツぜひ食べてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。YouTube チャンネル、リンボーパジャマ YouTuber でぜひ登録よろしくお願いいたします。TikTok、Instagram もやっております。ぜひフォローお待ちしております。LINE ライブ毎日配信中、ぜひ遊びに来てください。以上、リンボーでした。またねー。